何ですか？あ、これ記念にあげる。この頃みたいに人がたくさん集まって。奇跡なんて起きっこないですよ先輩。そんなものあるわけないじゃないですか。夢物語もいい加減にしてください。そうやってふわふわと奇跡だのなんだのって。あなたはアビドスの生徒会長なんですよ、うん、その肩に乗った責任を自覚したらどうなんですか。校内でも随一のポンコツ。私の方は嫌な性格の新入生でさ、何もかもめちゃくちゃだったよ。肩書きだけのおバカさん二人が集まっただけだからね。あ、それ信用していいものですか？バクって本当にバカみたいに。